と大久保公園付近に来たんで偵察開始。まあこの辺なんかモーテルがあるかな。なんかここで食い物屋かなんかやってるみたいね。なんかカラスとかハトが多すぎてちょっと。ほら、なんかやってる。まだお昼は食べてないわ。日本ラーメン大百科。10月26日、来月限定。セルホテル。ただ立ちんぼの人いねえな。時間帯かしらね。ラーメン。ラーメン。ラーメン。お昼は。ラーメンは食べないけど、せっかく新宿来たんで別に食べなくもいいんだけど、通り道あの西武新宿線沿いにさ、リセスケバブ屋さんがあるの。僕らの夏休みそこでケバブを食って。まだ外国人ご一行様ね、またハトバスできてるかしら。外国人がタチンコだったりしてるよね。みんな取り締まる。マイキーもこのご一行様に混じって。でも作業着だからな。光っちゃって。こっちが西武新宿線だから。今一周してきたんだけど、ないわね、それらしき人は。飲み屋。今日はあれよ、今日今週現場違うけど早く終わるんだよ。今日だってゆっくりやってんだけど、休憩入れてもうお昼休み終わってちょっとやったら
1時でしょ、1時、2時、2時前に終わっちゃう。だそのまま、あの酒場放浪記やろうかなと思って。酒場放浪記は、モーテル。酒場放浪記は、YouTube でやったことないのよ。時間があるっていうか、できればやりてんだけど、あのビデオ撮影ダメとかあるのよね。疲れちゃった。歌舞伎町なんかめったに来ねえからな。それらしき人はいなかったわね。多分夜じゃねんかね。偵察は終わりにしたいと思います。だランチはリセスケバブ屋さんで買って詰め所で食べるわよ。これはリセスケバブ屋さん。じゃあバイタリーズバイチャオ。